やっと晴れた感があるんだけど、今日は、GoPro Hero 7、自転車のアンバーのところにですね、ダイレクトにくくりつけて、車輪を走らせてます。ご存知の通り、自転車で走るとね、かなりの、風切りっていうのがあることはもう分かってるんで、それをね、聞いてもらうためにやってます。今までとね、チェストマウントとちょっと違うのは、マイクの位置と、口元がだいぶ離れてるので、そういった意味では音声が聞きにくいっていう問題はね、絶対あると思ってます。台風一過と言いながら、昨日が台風一過だったんで、正確には台風一過ではないんですけど、すごいショックだったのが、GoPro Hero 5のね、SD カード、木が倒れてた。そうか、昨日ここ走ってないからね、いまいち被害の状況分かんなかったけど、結構あったんだね、だいぶ。何日か GoPro Hero 7をね、撮ってみて分かったことがあるのは、やっぱりね、改良されたとはいえ、マイクの性能はね、やっぱり一部限定的っていうことが、分かりましたんで、今日はね、多分これが最強装備。これ最強装備じゃん、ガチンパンつけてないもんね。安定的な最強装備、安定的な最強装備をね、
るし。まあ、外付け、まあ、外付けっていうか、マイクアダプターに外付けのマイクをつけるというのが暫定的な。台風の爪痕がありますね。いや、なんか台風の影響ねえだろうって思った。高をくぐってた自分がおかしかったかもしれない。こんばんは、こんちゃんです。今日はですね、GoPro Hero 7を購入して、5日目ということでですね、初めて晴れた、青空の下をですね、自転車で撮ってきました。自転車はですね、ハンドルのところにですね、直付けして、撮ってはいるんですけれどもですね、残念ながら本当はね、昨日、その青空も撮れてたんですけれども、映像が反転されてですね、きちっとした映像が撮れてなかったので、今日が初めての映像という形になります。でですね、今日は自転車のハンドルのところにですね、GoPro Hero 7をですね、直付けしましてですね、音対策としてですね、マイクアダプターとですね、あとはそのマイクというのをですね、撮ってきてました。ちょっとですね、チェストマウントしてる時よりもですね、マイクまでの、口からマイクまでの距離があったのでですね、音が取れてないのかなというふうに思ったんですが、きちっと取れておりましたので、その状況をですね、見ていただければと思います。やる気なし装備としてはですね、このミニマム装備でですね、今後 Vlog の方を撮っていきたいと思いますので、まだまだですね、GoPro Hero 7ですね、このまま撮っていきますのでですね、この動画いいなと思ったらですね、いいね評価とですね、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは、こんちゃんでした。